こんにちは、スクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは7630です。現在のストーリーを説明している間に高評価ボタンポチッとよろしくお願いします。現在のストーリーは、湖の向こう側第3マップ、馬狼城をリフォーム中で、王座の間の左にある左の塔の秘密の2階のお宝部屋をリフォーム中です。まあ、リフォームというか、お宝がいっぱいあるんで、整理整頓してるところなんだけど、前回は確かマイクロフトおじさんが昔に売っ払っちゃってたこの大きな時計、これをレイチェルが買い戻したんでね、一瞬だけどラオおじさんがやってきてささっと取引を済まして買い戻しました。で、確か前回だけど、この親戚のレイチェルが親戚の証拠になる原本をマイクロフトおじさんに見せたんだけど、で、マイクロフトおじさんは一応納得はしてはいるんだけど、キャサリンがね、一瞬遊びに来て、あれって思ったんだよね。なんか昔のその植物がどうのこうのっていうので、若干記憶が曖昧というか、嘘をついてるというか、キャサリンがちょっとなんかおかしいわ。みたいなことを言って去ってったんだけど、そこら辺どうなんだろう、それっきり誰も触れてないんだけど、まあその親戚の証拠となる原本、家系図の原本みたいなやつを将棋界のアーサーに見せてるらしいんで、それの結果待ちなのかな。いやマジで偽物だったら面白いんだけど、どうなっちゃうんだろう。お宝を盗んで消えるつもりなのかな、偽物だったらね。本物だったらただ単に旅に出て終わるみたいな感じなのかな。というわけで続きが気になります。1日を終えるところからだったかな。新しい1日を始める、いきましょう。あ、寝る。特に何も言わなかった。ん、時計に何か隠されていると思いますか。これ夢の中か。おわ、消えたぞ。レイチェル待ってください。どうして時計を持っていくんです。逃げたってこと。彼女のことは信じたらダメって言ったじゃない。言ったじゃない。え、レイチェル？あ、本当に変な夢でした。ちょっと心配してるのか。次の日、あ、寝袋閉まってる。レイチェル、おはようございます。調子はどうですか？すっごくいいし、いつものようにやる気満々よ。ここにはたくさんの羊がいるのに、レイチェルのベッドも用意できていないなんて、コレクションに夢中になりすぎて仕事がおろそかになっているようね。まあね、いやでもベッド用意しようかって言ったらレイチェルが寝袋で十分よみたいなことを毎回言うんだよ。私にベッドは必要ないわ。バッグに入れられないしね。まあね、今すぐどこかへ旅立つわけでもないんだから、あなたの部屋は用意すべきよ。そうすればもっと快適に過ごせるわ。母さんの意見に賛成です。レイチェル、あなたのどんな奇抜なデザインだって可能にしてみせますよ。奇抜はやめてほしいけどな。アンディに頼まなくちゃいけなくなっちゃうよ。まあ私は平らな場所でサソリさえいなければ十分よ。でも快適に過ごすには羊に任せるのが一番なのよね。そうだぞ。それに収集家と棚の間には誰も立ち入ってはならないとも言われているんだ。コレクションの作業はやめないから心配しなくていいぞ。じゃあ部屋の向こう側は展示エリアにして、残りはあなたの部屋にしましょう。さあ壁紙を貼ってそれぞれのエリアをはっきりさせるわよ。なるほど。昨日レイチェルのベッドの準備を忘れるのがどうのこうの。あなたは快適なソファで一晩過ごしてどうのこうの。なんかちょっと小言を言われた今。で、冗談よオースティン、そんなに慌てないで、私は寝る場所に困ってないからみたいなこと言ってた。以前ダイアナから逃げるためにワオバボの木がどうのこうの。なんかちょっと面白いこと言ったんか。読めなかったわ、セリフが早すぎんだわこのゲーム。セリフを正確に読みたい人は動画を一時停止してじっくり読んでみてください。俺もそうします。よし、というわけで続きいこうかな。ライフ満タン、本当だ。まあ後でやりますよパズルはね。よし、続き。壁紙を貼る、飾り棚を置く。まあ先に壁紙やっちゃおっか。ちょっと見たいよね、雰囲気どんな風に変わるか。また調べてる壁。あー、これは選べないんだ。素敵な壁紙ですね。まるで本物のお城にいるようです。いや一応本物のお城だろここ。
13世紀のイタリアって感じね。まあ正確にはわからないけど、私は古代のお墓の専門家だからお城には詳しくないの。でもお城のインテリアはかなり私好みだわ。ほう。この部屋をレイチェルの好みに合わせて作り変えないとね。最高の場所に生まれ変わらせて、この部屋にいるときは常に幸せな気分でいられるようにしましょう。はい。母さんの言う通りです。お前はママっ子だな。壁を装飾してからラグを敷いて、レイチェルが中世の女王様気分を味わえるようにしましょう。はい。至れり尽くせりだな、レイチェル。てか、オースティンが構いすぎなんだけどね。こんなに構う？なんだ、美人だからか？まあ、いっか。もしかしたら親戚偽物かもしれないんだけどね。まあ、いっか、続き行こう。あれ、壁紙を飾るまだあるんだけど。あ、壁紙じゃない、この壁を飾るか。じゃあちょっとこれやっちゃおう。おお、へえ、かっこいいじゃん。あの木の装飾が壁紙を守ってくれるでしょう。すごく鋭い爪を持ったやつからもね。いや、どんぐりのことじゃないよ。お前はちゃんとしつけられているからね。いや、どんぐり以外に誰がいるんだよ。それに窓の射撃口がどんな攻撃からもお城を守ってくれるでしょう。でも私たちは平和を愛する市民だから争うつもりはないわ。まあこのパッとしない照明とは争いたいけど。あら、照明はだってジェブがやってくれたんだよ。前に洞窟で迷子になった時、道を灯すのにマッチしかなかったことがあったの。目を見開いて怖いことを考えないようにしたわ。うん、照明が足りないって言いたいのか。でも自宅でそんな緊張状態に陥りたくはないですよね。リラックスしないと体力を消耗しますよ。私にもそういう経験がありましたから。あったっけ。でも実家の時の話、第1章、いや、じゃ第2章か、わかんないけど停電になったりとかなんかしてた気もするな。ちょっと過去の見てみてね。私もよ、あの暗い洞窟での体験がこれからの人生をもっと明るい場所でたくさんの人に囲まれて過ごしたいって私に思わせてくれたの。あと洞窟に角を生やしたカモノハシがいると思ったらただの岩だったこともあったわ。懐中電灯って本当に便利ね。どんな謎も光で照らせば明らかにできるんだから、この窓にも同じことが言えるはずよ。あ、窓が気に入らないのか。長かったな。窓を交換するっていう説明まで長かったな。てっきり、おー、どんぐりがどっか行っちゃった。てっきりなんかスタンドライト的なものが欲しいのかと思った。パパが来た。特に喋りはしない感じか。よし、続き。あー、窓を交換する。ドカン。ジェブなしでよくやるわ。太陽の光を入れて幸せな気持ちを外から取り入れましょう。ドガン。天気が悪いぞ。全然関係ないけど、昨日めっちゃめちゃ土砂降りでめっちゃめちゃ雷鳴りまくってたわ。久々でちょっとびっくりした。まあいいや。どっちかっていうと雨と怒りの気持ちって感じね。今の雷の音聞こえた？でも私の気分は天気に左右されたりしないわよ。さあ作業を続けましょう。次は何をする？天気を操る方法でも学ぶのかしら？いいえ、カーテンをかけましょう。外の天気に関係なくこの部屋にいい感じの雰囲気を醸し出してくれるわ。はい。具体的にどうやって醸し出してくれるの？寝るときに子守歌を歌って朝にはギターをかき鳴らしてくれるのかしら？まあオースティンがやってくれるよ、お望みとあれば。そういう特殊なカーテンもいいですが、ひとまずここには普通のカーテンをかけましょう。怖いんだけど、そのフワフワフワーって思い描いてるやつ、完全に不審者が後ろにおるやんけ。見てください、あの雲がピアノみたいに見えますよ。雷のオーケストラが始まらないといいんだけど。雨が降りそうですね。カーテンをかけて快適な空間がどうのこうの。
快適な空間が待ち遠しいわ。でもカーテンにそんな効果があるなんてまだ信じられなくて、本当に本当なの？あなたたち嘘つきじゃないの？ああ嘘つき嘘つき、ひどいわ。まあ嘘つきの可能性があるのは親戚って言ってるレイチェルの方だけどね。よし続きを見ていこう。カーテンをかける。お、青いいな。これもなんかいいな。これはちょっとね、普通すぎるし、赤がメインはちょっとここの部屋に合わないかな。あ、これかな。いいね。ゴージャス。素敵なカーテンね。今まで見た中で一番よ。レイチェルは気に入ってくれたかしら？どうでしょう。この部屋がまるでおとぎ話から飛び出してきたようだわ。だけど、ここは現実の世界で、私の部屋なのよね。なんだか不思議な気分よ。そうすか、よかったね。まあ、偽物だったらお前は出て行ってもらうけどな。よし、喋んないようなので続きを見るぜ。ラグマット敷く。おー、あ、へー、はーはーはー、選べんだ。わー、悩むなー。これはどうしよっかなー。レイチェルの部屋、これ緑これいいけど、レイチェルの部屋、これ模様はいいんだけどさ、この端っこに出てるなんか変な、ファサ、ファサ、ファサって連続してる筆の先っぽみたいなやつがうぜえから、これ青で統一しよっかな。寝袋も青だしね。青が好きでしょ、きっと。素敵なラグマットね。朝、レイチェルが暗い気分だったとしても、これを見たら明るく気分でもうハッピーハッピー。もっと情報を集める必要がありますね。レイチェル、母さんと私から聞いておきたい大切なことがあるんですが、朝一番にレイチェルを笑顔にしてくれるラグマットの色って何色ですか？お前それ俺が選ぶ前に聞いてくれよ。もう青にしちゃったよ。まあこれ後から変えられるけどさ。色のことでそこまで細かく考える必要はないわ。論文を書くわけでもないでしょ。どうしてそんなに重要なの？それは、レイチェルが戻ってきたいと思える部屋にしたいからよ。いつか、ベネディクトのコレクションの作業が終わっても、あなたが住みたいと思える快適な場所が残るでしょ。ふかふかのラグマットと快適なベッドのある部屋がね。そうすれば、前にラグマットの色について論文を書いたことがありましたが、あるんだ。さすがオースティ。低評価だったことを思い出しましたよ。さすがカーペット色体病の人。カーペットのラグマットの色について論文を書いたことがあった。やべ、プロ中のプロや。すげえな。よし続き見よう。あー、ベッド置いちゃおう。ベッド置く。シングルベッドなんかな。ちょっとちっちゃく感じるけど、まあ、こんなもんか。これはないな、なんかね。これか。あー、これ、これ面白いからこれにしよう。かっちょいい、こんな。にょりょんってなって、にょりょんって。寝袋じゃなくて、このベッドで寝るようになったら、レイチェルの首や背中が喜んでくれると思いますよ。このままここで寝たら痛えだろ、さすがに硬くてよ。自分の後頭部と話すことができる魔法使いの本を読んだことがあるわ。結局彼は悪者だったんだけどね。彼みたいになりたくないわ。自分の後頭部に、おい、どうなんだい私の後頭部みたいな、そんな話しかけるやつにはなりたくないってことか。でもベッドがあるっていい響きね。ヒマラヤ山脈の岩の上で寝たこともあるけど、体がこれでもかってくらい痛くなったのを今でも覚えているわ。はあ、そういう旅先のことは覚えてても、子供の頃の住んでた町の名前は間違えるのか。やっぱりキャサリンの言う通り怪しいよね。だったらそういう経験はもうしたくないでしょ。このベッドで寝てみる気になったかしら。まさにあなたの言う通りだったわ、探偵クイーン。でもベッドを整えるのは私一人でやるわ。もう子供じゃないし、何から何まで手伝いが必要ってわけじゃないから。まあ必要な時もあるけどね。今のところ全部お前やってもらってるけどな。まあ親切の押し売りですけど、オースティンの。オースティン、どうしてレイチェルは私のことを探偵クイーンって呼ぶのかしら。悪ふざけ、何なの。母さん違いますよ。レイチェルは親しみを持った人によくニックネームをつけるんです。本当、それは嬉しいわね。じゃああなたは何て呼ばれてたの。いっぱい呼ばれてたよ。
家好きって言われました。うん、レイチェルが言ってくれただけなかなかいい響きだと思ったんですが。おママには受けた。俺にはなんのこっちゃよくわかんない。ちょっとセリフが読み切れてない部分もあったんで、後でじっくり読んでみます。みんなもそうしてね。よし、続き。ベッドを整える。自分でやる？自分でやってるっぽい。おお、やっぱ青好きなんだな。青っぽいので統一してる。早く横になってみたいわ。オースティン、これってもしかしていい夢が見られるっていうベネディクトのコレクションアイテムかしら。どうでしょう。先にどんぐりが陣取っちゃったけど。実はネットショップで買ったナンバー5というベッドなんです。まあそのベッドがどこから来ているのかは誰にもわかりませんけどね。ともかく猫ちゃんには試練が待ち受けているわね。一度起きて私とこのベッドをシェアしなきゃいけないんだから。これは誰が何と言おうと私のベッドよ。どかすってことだね。どちらかというと試練を受けるのはレイチェルの方ですけど、この猫にどいてもらえた人は未だかつていませんからね。はははは、嫌な猫じゃねえかよ、どんぐり。どけどけ。それなら、この子に寝袋を譲ってあげるわ。でもその前に、中に入れている荷物を全部取り出さないと。懐中電灯や工具とかをね。それが入ったままじゃ快適に寝られないわ。寝袋にそれ詰め込んでんだ。その荷物を置くための小さなテーブルを用意しましょう。念のため伝えておきますが、あまりに小さなテーブルだと、猫に取られてしまう可能性があるんです。床の上にあったらなおのことね。どかす？撫でてる。今んとこどんぐり毒気ねえな。よし、じゃあ続き見ちゃおう。サイドテーブル置くでどんぐりはどいてくれんのかな。置いてみよう。あ、もうどんぐりいないわ。これはちょっとレイチェルにしては派手かな。これ地味すぎだな。まあ、これぐらいがいいでしょう。いいでしょう。あら、鏡も用意してくれたの？いいわね。これなら誰かが部屋の隅に隠れていても気づけるわ。怖っ。怖っ。侵入者とかストーカーがいるってこと？私のミステリー小説でそのアイデアを使わせてもらうわ。だけどこの家では私たちや猫以外には誰もいないわよ。まあ謎めいた芸術品はあるけれど。その芸術品のことをすっかり忘れていたわ。あまり謎めかないテーブルに夢中になっていたから。でもすごく便利そうね。シュ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 。あれ、またどんぐりベッドにいるわ。まだどいてくれねえ。あ、でも一緒に仲良く座るわ。こういう場合、何か言った方がいいのよね。みんなお疲れ様？すごく素敵な寝室になったわ。とか？何を言ったらいいのかわからなくて。まあそれでいいんじゃない？これまでいろんな場所を転々としてきたけど、ここで腰を据えてあなたたちと暮らしたいの。私のバッグの中身も整理するつもりよ。へえ、ここで暮らすつもりになったんだ。ああ、レイチェル、その言葉が聞けて嬉しいわ。さあ、グズグズしていられないわよ。バッグの中身を出して整理しましょう。熱烈大歓迎だな。いいですね。快適取締官として荷物を片付けるためのドレッサーを置くことをおすすめしますよ。はい。なんかまだまだ部屋の改装が続きそうだな。レイチェルを快適に暮らすためのレイチェルのための部屋。こっちのお宝の整理が全然進まないんだけど、まあいっか。今回はここまでにしとこうかな。次回は飾り棚を置くとドレッサーを置くってところからやろうと思います。レイチェルが本物の親戚かどうかっていうのは相変わらず進展はないけど、ここまでやっといて偽物だったらやだな。レイチェルのための部屋をさ、みんなで一生懸命やって、で本人もここで暮らしたいわとか言ってるのに、実は嘘でお宝盗んで消えちゃうなんてことだったらちょっと悲しいね。あとさ、ちょっと覚えてないんだけど、この時計ってさ、仕掛けってあったんだっけ？
時が戻るどうのこうのとか言ってなんか逆回転してるっていうのは覚えてんだけど、それが何だったっけか忘れちゃったわ。まあいいや、仕掛けがまだだったらこれから話に出てくるだろうし、仕掛けがもう終わってるんだったらもう話には出てこないでしょうはい、というわけで次回に続きます。高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。次も見てね。それじゃまたね、バイバイ。